また入り込んでる。リュリーティス。うわ、失礼。最近眠っても疲れが取れなくてな。ああ、そうそう、アーナスさん、これを。何これ。黒の書にあった絵を思い出し出し、なんとなく描いてみました。あれは確かに聖女が夜の君を封じた物語を描いた聖戦の壁画の写しでしたよ。本当はその壁画を見つけ出し、あなたをご案内したかったんですが、夜の方が早そうですからな。お呼びでございますか、アーナスお嬢様。リュリーティスはどうしたの。今日はお友達のところだそうですよ。友達？またあの黒猫かな。
眠れる雫か。海の底に眠っていたはずの海賊のお宝が自力で上陸するとは。私も信じられないよ。こんないい加減な宝探しの情報がこうも気になるとはね。情報は消えない魔物さ。一度知ったら後戻りはできないからな。手伝ってくれるんだろうな。さっき言ってた自力で上陸って意味次第かな。乗車、懐中時計はここにあるけど、私まだ手伝うとは。眠れる雫の在りかを指してるな。でもロジエクロックは青い血と闇にしか反応しない。だから嬢ちゃんを巻き込んだんだろう。じゃあ邪妖が関わってるのか。まあな。俺は眠れる雫を探しに行くが、嫌だってんなら嬢ちゃんは降りてもいいんだぜ。ロイドの言いなりはごめんだけど、邪妖が関わってるとなると気になるな。
これはまたやべえのに飲まれたもんだろうな。大丈夫か？頼んだぞ。あの男はこいつ確かに何かあるんだ。デモンフォーム、ケチラセン、燃えろセン、燃えろハッハッセン、燃えろ果てろハッハッハッセン、なんて寂しい色なんだろう。触るな。ロイド。昔、北海を中心に暴れ回ったダリウスという海賊が戯れに人魚を捕らえ、だがその後ダリウスの海賊船は嵐に遭い海の底深く沈んだという。その人魚のお宝ごとね。その宝が
この眠れる雫、船乗りの間じゃ有名な話さ。海の邪妖どもに聞いてるだけでも呪われそうな話だ。その人魚って多分妖魔だよ。それでその宝石どうするつもり？俺が譲り受ける。呪い事ね。本気？マジで呪われるよ。構わないさ。ジョーちゃんはもう関わらなくてもいいんだぜ。金に汚いただの現実主義者だと思ってたのに、なんでこんなリスクを。ロイド、あの宝石のことだけど。ジョーちゃんが海賊のお宝に執着するとはな。さては情報の魔物にやられたか？ああ、気になってるさ。そんなまがまがしい宝石持ち込まれて、リュリーティスに何かあったら困るからね。それは心配しなくていい。呪われるのは俺だけだ。ジョーちゃんにも迷惑はかけんよ。またそんな自信たっぷりに。本当に大丈夫かな。
変なことがあったら教えてよ。これも偽物か。結構偽物出回ってるんだね。それで私が見つけた3つの宝石は結局どうだったの？おお、嬢ちゃん、その説はどうも。ちょっと付き合わねえか。妖魔が本当に永遠の存在だとしたら、その身を切り刻んだらどうなると思う？邪妖なら灰になって消えて終わりだ。でも妖魔は灰からも再生する、そう聞いてる。そう聞いてるね。話が見えないんだけど、私に言いたいことがあったんじゃないの？せっかちだな。じゃあ確信を話しちまおうか。妖魔を切り刻んで青い血を抜き、その胸を開けば、そこには妖魔の心臓がある。それは例えばこんな。宝石でできた核なんだぞ。それ今まで私が見つけてきた、それが妖魔の知るかよ。
妖魔を切り刻むとか心臓を取り出すとかやるわけないだろう。脅かすなよ。てっきり本当のことだと思ったじゃないか。じゃあ何、この宝石はただの宝石でロイドも騙されたってわけ？仕方ないだろう。海賊の話も奴隷商人の話も女盗賊の話も魅力的だったんだ。その上、妖魔の心臓コレクションなんて話がちらついてみろ。そりゃ、ご愁傷様。まあ、宝石は上物だからな。情報量を差し引いてトントンかな。久々にいい夢見させてもらったよ。失礼します。ロイドさん宛てに郵便物です。頼んでた高級チョコレートも新作だな。これはジョーちゃんに随分こき使っちまったからな。で、こっちの手紙は、請求書。以下の金額を情報代として請求する。うわー！ロイド？稼いでやる。今よりもっと悪毒稼いでやる。さあ、カモリに行くんだ、ロイド。
徳商人誕生の瞬間を見た。これでこれ